白い雲が浮かぶ青い空の下に自然と人工のモチーフが並ぶ17世紀フランスの静物画。17世紀の後半にジャン・バティスト・モノワイエが制作した磁器の鉢がある静物。桃やブドウにメロン、そしてスモモの上には緑の葉、白、赤、黄色、紫の花が咲き誇っています。花を入れるのは白い地に人物や植物を絵付けした磁器の鉢で、隣には胸から上を表した女性像が立ち、金の房飾りをつけた真っ赤な織物のカーテンがかかっています。これらの人工物が花や果物の自然モチーフと隣り合うように配置された本作では、モチーフは下から見上げたように描かれており、立派な邸宅の戸口の上などの高い部分を飾る室内装飾のための作品であったと考えられています。